子1万メートル競歩決勝、羽賀修斗岩手大学、鈴木智弘名古屋大学、中島雄志山梨学院大学、永田優吾東洋大学、高橋優希早稲田大学、前川優雅東海大学、古賀文也順天堂大学、石川拓磨岩手大学、安座上智樹北九州共立大学、北九州市立大学、大家陸順天堂大学、三好凛九州共立大学、西川亮京都教育大学、谷垣宏人中京大学、原圭介京都大学、下池翔太郎順天堂大学、末成宗志関西学院大学、高田智樹立命館大学、永田隼人明治大学、下田裕樹中京大学、長谷川千里東京学芸大学、野村聡斗福井工業大学、鎌田亮斗北見工業大学、土屋敦樹立命館大学、赤澤光生山梨学院大学、中尾雄太福井工業大学、梅田和弘日本大学、田中達也放送大学、那須智弘日本大学、牧野水戸は立教大学、後藤誉れ中京大学。男子1万メートル競歩決勝、
るいこさん。では男子1万メートル競歩優勝されました立命館大学の千谷選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、やっぱり優勝っていうのを狙ってたのでしっかり出すべきとこで順位を取ることができたのは非常に自信になりました。インカレのタイトル取りました。そこについていかがですか。そうですね、関西インカレも3連覇してからの日本インカレっていうことでやっぱりプレッシャーもあったんですけどその中でしっかり優勝することができたのでやっぱり嬉しさは飛び切りあります。この蒸し暑いコンディションっていうのは、うん、どうでしたか、影響ありましたか。そうですね、蒸し暑くなるっていうのは天気予報とか見て、だいたい予想ついてたのでしっかりスポーツドリンクであったり氷を事前に、手に握ってスタートしたりなど対策してその成果が出たんじゃないかなって思います。中盤から終盤マッチレースになりましたけどもどういう思いで歩いてましたか。やっぱりこういう公式戦は勝ちが求められる中なのでこういう展開になるっていうのはある程度想定していたのでやっぱりそこを想定した練習してた分しっかり対応できたんじゃないかなって思います。立命館の応援は届いてましたか。本当に立命館の応援が日本で一番すごくてでどこにいてもみんなの応援が聞こえてそれがなかったらやっぱり優勝はできなかったんじゃないかなって思うくらい本当に力になりました。本当にありがとうございます。まだ3年生ということですが今後の目標を教えてください。そうですね、3年生の終わりの2025年の3月ののみで、ワールドシティゲームズの選考があるのでそこでしっかり代表を取れるように精一杯20キロの練習を積んでいきたいなって思っています。ありがとうございます。立命館大学の土屋選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。